はい、どうも、くまと申します。今日はですね、一人しゃぶしゃぶで食べてきまして、まあギリギリ間に合って食べて帰ってきました。で、これからですね、ちょっと綾鷹を飲みたいと思いますので、皆さんでよろしく、綾鷹を飲みたいと思います。で、綾鷹をね、これから飲みますので、あ、どうも。どっちにしても間に合わなかったみたいですね。だから私が、去年行った時に、ちょっとコロナ禍の事情で被るか嫌だっていう感じで拒否されたんで、それで会えなくなってしまって、最後になってしまったんですけど、僕が悪いわけじゃないからね、これも。ちょっと遺体と、ご対面しにちょっとあさって行かなきゃなんないんですけども、でね、ちょっと、いろいろと死んだ後事情を説明したいと思いますので、ちょっと恥ずかしい話もいっぱいします。ちょっと葬式終わって、ダビに伏した後にちょっといろいろ言いたいことありますから。私は私でリスクを張って生きてきてるんです。おしんっていうドラマあったん知ってる？昔30年前か35年前ぐらいに、35年前になるかな、おしんっていうNHK のテレビドラマ、朝のドラマあったでしょ？やっぱりね、ああいう原点のドラマを見てたらね、結局その、今のその、月9とかいろんなドラマとかあるでしょ？だからやっぱりそういった原点のものを見てるものから見るとね、そのおしんを見てきた人間から見たらね、あの時のテレビドラマが一番面白かったです。今から38年前ぐらいなのかな。38年前か39年前、39年前ですね。やっぱりそれぐらいのドラマ見てきた人間ですんでね。やっぱり本物は勝つんです。最終的に。時代がどう変わっても。余計 AI 社会になればなるほど、本物や中身がどうなんだっていう部分が、求められるときはまた来ますよ。来ます。でこの平成の35年間っていうのかな、まだ令和4年になってるけど、やっぱり平成からまだ37年ぐらいなのか、34年か35年ぐらいなんでしょ。まだ35年間もう全然ダメなんですよね。だから37年前か39年前の状況のテレビドラマ見てごらん。だから結局平成入ったから全部ダメだってことはよくわかりますよ。それがテレビドラマ見ててもわかる。だから今私の後輩でね、38歳の女の子がいるんだけど、まだ昭和の末期で生まれてる子やからね。やれるんだけど、それが平成生まれの子から若い世代の人っていうのはね、ちょっとその、軽薄すぎんだよ。だからネット社会の便利さに乗ってしまうと、本物というものを分からずに軽薄になってしまって、情報という洪水に流された人生に終わってしまうんですよね。で今日もね、しゃぶしゃぶ屋さん行って、アルバイトのことちょっと喋ってたんだけど、で、ちょっとアルバイトの子がこういうことで態度悪いっていうことを説明して、
で、まあ、店長の結構マスターの人呼んで喋ってたんですけど、結局その今の若い人はなんでダメかっていうとね、そのやはり日本語の言語力というものが未熟なままの状態で仕事をするから、接客業の中でもお客さんに対して失礼なことがあり得るって話をしてたんです。だからその接客業のあり方においてお客さんと揉めるっていうシーンにおいても、まあ、テレビドラマの人間関係の人間模様を演じることにおいても全部通じるものがあるわけなんですね。でそれをずっと今日は店の中でちょっと終わった後、まあ、お客さんがいなくなったから説明してたんですよ。まあ、お客さんがいる時だったら言わないけど、たまたま今日ちょっとお客さんいなかったから時間があったことで説明したんですよ。で、一つはね、やっぱり日本語ですね。日本語という言葉が相手を傷つけてしまうんです。あ、どうも。だから傷つくことにしても失礼な思いをすること、失礼な思いをさせられることも全部縁起にかかってくるんだよ。そういう人間の機微の心っていうものをつかめるっていう状況になかったら俳優さんやタレントさんは向かないわけなんです。うん。で、接客業もそうです。でそのあたりをちょっと今日はお店の方でマスターの店長に会って説明してたんです。うん、それはよくわかりました。うん。実はね、そこの店長の親玉っていうか、その会社の資本がね、うん、現当社がなんかそういった系列の会社なんですよ。だからうちもそういった系列の会社の、あれのプロダクションに所属してるもんだから、うん、だから仲間なんですよ。だから喧嘩はできんっていうことで。だから仲良くやっていきましょうっていうことで終わったんですけど、だいろいろ人間関係とかがね、たまたま、まあまあご縁があったんでしょうな。でね、私なんで今度あさって葬式行くかというとね、あやたか飲んでます。うん、あやたか。ちょっと行かないといけない理由は、その、スケコマ氏の親族が来て、なんか言いかかりでもつけたら、俺許せんっていうふうにしなきゃいけないなと思ってるからね。うん、だって、責任ないもん、こっち。うん。そういう悪徳な人間がちょっと出入りしてるかどうか見る意味で、ちょっと葬式だけ私出席しなきゃいけないと思ってるんですよ。うん。それとはまあ野球場に行く時もついていかなきゃいけないなと思ってるから、まあせめて出棺と野球場のところまで行ってするとこまでの過程だけはせめて私はちょっと立ち会うべきだなと思ってるんですね。うん。私は祖父の時もそうやったんですよ。うん。で、私がその、本当はもう、ずっとその、あんな状態だったら、ずっとあそこの一家のとこにいなきゃならないんじゃないかと思ったりするでしょ。うん。それもできないんですよ。うん。
だからもう昭和が終わってから本当にもう日本ダメになったんだね。結局は石原裕次郎さんがお亡くなりになって、あと美空ひばりさんがお亡くなりになってからもう全部世の中おかしくなってんだよ。うん、そう思ったらいいね。結局はで昔のヤクザと今のヤクザは違うからね、中身が。だからうちのプロダクションが出演できなくなったのも全部政治家のおかげで出られなくなったっていうのがあるんですよ。本当だったら今も私もスターになって映画になって出て、なんていうの、あれぐらい出てますわ。いるでしょ、なんちゅうかだったら、ドライブ・マイ・カーを出演してる男性俳優いるでしょ、私よりちょっと年下か年ぐらいの。あれぐらい出てもおかしくないぐらいでしたよ。うん。それぐらいのプロダクションにいたんだから、自分は。だから最後、うちのマネージャー死んじゃったけど、せめてあの俳優さんぐらいにしてあげたかったって言ってました。それで死んだ。だからね、会長は死んで、あと担当のマネージャーも死んだんですよ、最近。うん、まあだからあさってはちょっと行きますんで、ちょっとやっぱり出棺と焼き場までの間の、まあ、2、3時間ですか、うん、そこはちょっと立ち会いたいと思います。うん、あとはね、ちょっと口出ししないのはね、ちょっと他の人のとは会ったら失礼やっていうのも出てくるやろうから。うん、もし家族が出会いしたらもう帰って行ってやるから、もし何つけこましのなんか親戚とか来とったら、うん、許さんからな。ちょっとお茶買っていいかな。うん、ちょっと緑茶買いたいんで、うん、緑茶買うわ。すいません。ちょっとコンビニ寄っていいですか。うん、コンビニ寄りますわ。ちょっと場所変えます。すいません。ちょっと待ってください。今日ね、
末期の水。いつもなんか言ってくれるよ。すいませんね。うん。なんかアドバイスとか言ってくれたらいいし。うん。悪い言い方しなかったら聞くから。うん。まあ人によるんだよな、俺も。ほんまにもう。こいつなんや言う時もあるやろうけど、うん、ほんとすいませんね、いつもアドバイスくれて本当に。マキノミス、マキノミス、マキノ、うん、マキノっていうのは芸能界のマキノの、うん、とこで。うん、あれですわ、長門博之とかそういうやつらの一味ですよ。そうですよ。うん。ね、誠実にやってきた人はね、神さん見てる。うん。で、笑われてる人はね、笑った人、バカにした人はどっかでバチ当たるから、ね。うん。まあ、ウサギと亀って話あるでしょ。まあ、俺は亀だけど。